皆さんおはようございます。ノーマークプレゼンツのレベルアップ、はい、始まりました。パーソナリティの赤嶺健一郎と東です。で今日はお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。もう日曜日の朝10時ですけれども、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この番組はですね、沖縄の企業の社長さんや会社の中心となる方をゲストにお呼びして、はい、仕事や生き方をどのようにレベルアップしているのか。レベルアップ聞いていこうと思っております。はい、で今日はですねちょっと特別編ということで、ね、企業の、そうですね、企業の社長さんや会社で頑張ってる人ではない人をゲストにお呼びしておりますので、はい、はいはい、今週のゲストですけれども、はい、じゃーんモアイ仲のモアイ仲間のただの東で行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は本当に番外編中の番外編、はい、ということなので、はい、聞き流していただいていいラジオかなと思っております。そうです、渡すがですもうもちろん飲みながらです。ということで、はい、カメラ、はいはい、とりあえず乾杯いきます。乾杯、はいはい、まあ、モアイ仲間ということで今日はモアイをしながら、お届けしたいなと思っております。はい、本当にくだらない話がいっぱい出てくるかなと思いますので、耳障りの方はラジオを変えていただいてもいいかなと思うレベルかなと思いますが、はい、楽しく今日も行きたいなと思っております。一体どんなトークになるのか最後までお楽しみください。こうご期待。さあ始まりました、今週のレベルアップですけれども、はい、この番組は毎週日曜日ですね、この朝10時より、56分間、おはようございます。おはようございます、放送させていただいております。毎回ですね、さまざまな、ゲストをお呼びしまして、その魅力を伝えていこうという番組になっております。はい、レベルアップしましょう、皆さんで。そうですね、レベルアップ大事ですね。はい、なんですけども今日はレベルアップできるかどうかは分かりませんが、レベルダウンね、でレベルダウンもたまには必要かなとそうです、ね、まあ、人間だものそうということで、今日はですね、本当にただのモアイ仲間が来ておりまして、はいはい、私ヒガスと申します。よろしくお願いします。ただのヒガです。はい、ありがとうございます。ということで、はい、本当にモアイをやってるメンバーが来ておりまして、はい、今日はですね1月の実は9日に収録をさせていただいている、かつ、21時に、放送、収録させていただいておりますので、今日ちょっとラジオかつモアイというようなテーマで行きたいなと思っておりますね。3件目でしたっけ今日。いや、まず2件目、3件目確かに3件目っていうとちょっとなんか雑になってくるんで、ちゃんとラジオはちゃんとラジオでちゃんとやりたいなと思っておりますので、まあ、そういう形で今日はお付き合いいただきたいなと思っておりますので、はい、あ、本当にこうちょっとこう朝からね、朝にそぐわないちょっとテンションでいきますけども、普段とは違うようなテンションでいけたらなと思っておりますので、真面目な話3割ぐらい、あ、そうですね、3割弱ですか、弱ぐらい、2割ぐらいで、はいはい、2割強ぐらいでいこうかなと思っておりますの で、前半聞いてもらってね、ちょっと違うなと思えば、そうですね、チャンネル変えていただいて、はい、っていうような形で今日は行きたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応この番組は沖縄の魅力を世界に伝えるというビジョンのもとですね、はい、ノーマーク株式会社がプレゼンツで行っております。かの有名な、かの有名な、そうですね、はいはい、2年目の会社ですけども、もう頑張っておりますので、今日は沖縄の魅力も踏まえてですね、モアイも一つ沖縄の魅力ですか ね、 魅力ですかね、習慣ですかね、文化です、文化です、
まるまるは文化？ん？まるまるは文化。え、どういうこと？知らん知らん。という形で今日は行きたいと思いますので、今週のゲストですね、もうずっと言ってますね、おいながもの東です。ちょっとラジオ初体験、はい、これが処女作になるかと思うので、ね、はい、ちょっと頑張っていきたいなと思うので。意気込みとかありますか？はい、そうですね。ちょっともよほろ酔いなので。でも聞いてる人は朝なんで、あ、そうちょっとこう、ね、あんまりこう酔っ払ってる感じじゃなく、はい、ちょっといい感じのね、あ、そうですね、心地よい心地よい感じで届けていただけると、あ、得意ですね。得意ですか。まあ爽やかイケメンボーイだと思いますんで。はい、どこ見てんだよ。YouTube 見てる方ね。ラジオなんで。ラジオです。YouTube ぜひね、このラジオ聞いていただいた方、ラジオでも、YouTube でも流れますんで、ぜひ見てください。生え際を見ていただければ。言うなや。35にして35にして34度。薬は、ん、薬はドーピングは誰がドーピングや、誰がリアップやねっていうねっていうね、はい、形で、ただの比嘉さんと、はい、今日はやっていきたいなと思います。お話しさせてもらえればなと思っておりますので、本当にもう本当何かをしながらのついでぐらいですね。そうですね、聞いてもらえれば、はい、なんかわーわー言ってるなレベルで聞いてもらえるような今日はラジオにしていきたいなと思っておりますので、ちょっと今までとは違う、そうですね、番外編、番外編ということで、はい、正月ご愛嬌いただければなと思っておりますということで、まあ、ただのモアイの、まあ、飲んでますけど、モアイの比嘉さんなんですけども、モアイ大好き比嘉さん、モアイ大好き比嘉さんということで、はい、行きたいんですが、まあ、聞いてる方からするとちょっとモアイ大好き比嘉さんって誰やねんと、しかも比嘉って近所大城比嘉みたいな、あ、確かに誰でも沖縄ね、あるあるだなと思うんで、ね、ちょっとその辺自己紹介を、自己紹介お願いしていいですか。あ、そうですね、はい、私比嘉っす。ラジオなんで、していただいて、あのね、ですね、顔芸しなくてもいいんで、赤嶺社長とは、まあ、中学校中3の時からですかね、のお付き合いで、もうかれこれ20年近くですかね、沖縄中。そうですね、沖縄中から。これ言っても大丈夫ですか、沖縄中。ああ、まあ、はい、大丈夫です。ギリギリ。結構比嘉さん NG 多いんで。ああ、そうですね、はい。比嘉っす。比嘉っす。沖縄中の、はい、バレー部をしていて、途中でずっと壁打ちしかしてなくて、飽きて、やめたっていうね、噂の比嘉です。比嘉っ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 す。そうですね。まあでも今も、ちょこちょこいつも。バレーしてるんですか？はしてないです。してないんですね。はい、壁当てはしてないです。はい。比嘉っていう感じでね。メールとかもどんどん。今年あれじゃないですか。M1 どうでした？ああ、欲しいですよ。O1？ M1？ どっちか。あ、両方出たんですけど、まあ、はい、はい。1回戦脱落で。脱落で。シ、はい、ーンっていうね。あ、青森社長。あれギターはフリですかね。フリですか。見えないから。あ、見えない。あ、見えないです。あ、見えないですか。ラジオの人は見えないから。あ、そうですか。昔からですね。赤嶺社長は昔中学校の時に、ね、バンドを組んでましてね。裸ギターが得意っていうね。まあ、元祖ね。そうですね、はい。元祖裸ギター。はい、エアギターではなく。裸ギターチーマルコーギター。チーマルコーギターね。はい、あ、これ大丈夫ですか。これまだマルコはいい。チーマルコは大丈夫。あ、チーマルコーギターが得意だっていうね。そうですね。これゴールデンウェブに起こすんで。ウェブの記事に残すんで、チーマルコーギターってなりますけどいいですか。あ、大丈夫です。チーマル、はい、ちょうどその通りなんで、はいはいはい。チーマルコーギターが得意で、もうゴールデンボンバー、あらとかもよりますかなり早く。られた感ありますね。そうそうそう、確かに。なんかね。そのね。エア感ありましたね。もう赤嶺社長はもう中3の時からもうチーマルコーギターでね、もうガンガン奏でてましたからね。キャーキャー言わしました。そうそうそう。キャーキャー言わしました。ブイブイ言わしました。ブイだけに。おお来た。おい来た。はい、ブイネック。違う、だからラジオ聞いてる人分からない。なんで今顎しゃくれた。なんで顎しゃくれた。亀井社長はですね、無類の顎好きで。そうですね。そうですね。昔からですね。顎フェチですね、私。そうなんですよ。なんかしゃくれてる。まではあれなんですけど、三角ですね。三角の逆三角形。逆三角形好きですね。あ、もうおもろあれやん。V 年から V 年。なんだっけ？V なんだっけ？V なんだっけ？V なんとか。
そうそうそう、昔からそうですね、そうそう、まあまあまあ必要かどうかわからないけど自分のまあ大体好きになるタイプは、はいはい、あの顎が V 型でしたね。そうですね、逆三角形の V 型大好きですね私。そうそう、今でも健在ですか。そうですね、まあ言うじゃないですか、はい、この子可愛いって言った時大体、ああ、確かにその時はしゃくれんな確かにその時はなんかそういうね、そういう顔してたいなとは思うんですけど好き、好きあ、これが最初の 1,2,3 だに繋がってるなんでよ、あの時はしゃくれてなかったけど、あの時はしゃくれてなかったけど、そうですね、大体 V ネック系好きですね私。まあ、確かにそうです ね、細身の V ネック、ね、そういうのも、まあ、知ってる中と、そうですね、いうところからの本当にもう20年超えたか超えてないかぐらいの中で、結構長いですね、やらさせていただいておりますけども、だから YouTube じゃないと伝わらない顔、ああ、そうですね、あのラジオ聞いてる人はね、ぜひ YouTube 見ていただいて、そうですね、元い、あの生え際を確認してください。言うなよおい、やばい、キリンです、キリンです、違うわ朝の番組だから、ね、これ湿気深いにしないで、そうですね、今のはちょっと、はい、ちょっとなんかバフっていう犬がいましたね、犬がね、犬がちょっと来ましたね、ヒガゲンが、ヒガゲンが、ヒガゲン、ヒガスったらということでわーわー言うとりますけど、まあまあ2020年明けましておめでとうございますね。ここそうですね、明けおめですね。もう今日9日の収録ですけど、もうすでに3回会ってるぐらいの、もう3日に1回会ってるレベルですね。そうですね、もうほぼもうほぼゲイ違う、あ、今のは今のそれ NG いろいろざわつく、ざわつくやつと、あれがあるかもですかね一部社員で言われてるから、あ、いや昔からかおい、それは昔から違うからっていうことなんですけども、まず2020年なりましたねってところもありますが、はい、そうですね、最近ちょっとなんかこう変わったことというか、なんか出来事あったらちょっと教えてほしいなと思うんですけど。え、俺、はい、じゃあちょっとあのメモ帳にある一番上のやつの話をちょっと事前打ち合わせしたみたいになんな誰だろちょっとあの、まあ、ネタではあるんですけども、はい、ちょっとお話ししてもいいですかね。ぜひ。いいですか。いいですよ。ああ、いいや、いいと思ったらそれ。ちょっとですね、ちょっと朝なんですけど、ちょっとお汚い話になるかもしれないんですけど、ちょっと小話でいいですか？別に。あ、もう全然大丈夫ですか、大丈夫です。そうですね、この番組は。ちょっとね、ちょっと友達とですね、あの車でですね、ドライブというか、ちょっと乗ってる時なんですの話なんですけども、沖縄っぽいですね。そうですね、車乗ってですね、あと一人モアイ仲間の。はい、マギーさん、マギーさん、ね、言いましたね、と乗っててですね、その時ちょうどなんかお腹がですね、はい、ちょっと急にギュッと、おぐ、あ、ギュじゃない、グーッとですね、ギュグー、そうですね、ちょっとこれちょっとピンチなやつ、ね、そうですね、来ましたね。何パーぐらい、そうですね、もう急に 80% ですね、最初からゼロから、ゼロから80%、これやばい、もうギュイーンって来てですねもうあ、これそろそろ出そうだぞっていう、ね、おになってですね、それはちょっと思ったんですけど、でもまあ大人だし、まだギリギリ、もう言うても35ですかね、そうですね、34だわどっちでもいいわ、早生まれだわどっちでもいいわ。でですね、それでちょっと出そうになったんですね、それで台の方、もちろん台の方が、はい、まあ小だったらもうガンガンいける、飛ばせるんで、はい、どういうこと、飛ばせるじゃない車の中で、友達の車の中で、はいはい、さすがモアイ仲間、はい、言うなよ、合ってるか、合ってるよ、まあまあまあそれはいいとして、それ大のがしたくなってですね、それでもうやばいなと思ってコンビニを探してたんですけど、うん、それでこうその中で話の中でこの友達、この前仲間のマギーさんと話して、このコンビニのトイレっていつもこの用を足そうと入ったらいつも誰かが入ってるみたいな、そういうのないですか。あんまりコンビニのトイレ使わないんですが、まあ、でも数少ないですよね。そう1個しか2個くらいしかないんで、で女性はなんか専用であるけど、そうメンズはちょっとこう、はい、なんか微妙な感じですね。確かにそれでいつも入こうしたい時にギリギリで行ったのに入ってるっていうので、うわーってのが多いんですけども、がそう、それでしかしながら、そうさらにその、うん、その時待ってて入ってもその誰かが入った後なので、ちょっと生温かいっていう、あー出た、便座がね、潔癖症、
え、言うなよ出たけんびしょ、ね、温かいってのが人のものが触れない、え、言うなよ、え、人の握ったおにぎりが食べれない、ガンガン食べないわいる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 、部活の時食べなかったわ、お前あるだろ、え、戸口の、え、言うなよ、え、T 口って言え、T 口分からんから、まあでもそ、ね、まあまあそう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 、言いますね、人のちょっとこう触った形跡とかぬくもりが苦手な人がいますよね、そうそうそう、ということですね。そう、それでこう、はいはい、っていう話をしてたんですよ、この探しながら、はい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 、で探してて、であるコンビニを見つけてですね、そこも走っていったんですよ、うん、もうやばいやばい、やばい、もう80%超えて、もうもうもうその時にはもうもう110ぐらい出したんですよ、ね、できる言うねや漏れてるわ、いやいや嘘です、嘘です、漏れてはいないです、ギリギリ蓋してました、指で、指で人差し指で、人差し指で蓋をしてて、1個でいい、あ、いや1つの指で、嘘です、嘘でしょ、中指までいきました、でしょ、大きい方でしょ、日本、はい、本、あの大きい方、誰が、あの大きいやん、え、下ネタか、え、朝朝、ああ、朝good morning、 まあそうです、まあまあ蓋は嘘なんですけど、もうギリギリまで粘って、日がす、でこうギリギリなところを我慢しながらトイレに行って、はい、こうトイレに向かって走っていったんです、うん、そしたら、あ、運よくですね、いつもはこう多分本当に入ってるかなと思ってたんですけど、開いてたんですよ、お、いける、お、と思ってですね、神が来た、そう、俺ついてるな、今日来た、はい、でもでもそこも入ってもうもうバーッですね、もうすぐもうまあそうね、もう早かった、もう本当にもうもう 110% だからね、パンパンパン、そうそう、もうもう負けないぞと、 110% のこの、なるほどね、110%も、でもバーッってやって、でも本当に、はあ、危なかったな、あ、もう本当に安心したなと思って、でさらにこのやっぱ誰も入ってなかったんで、この暖かくないんですよ、うん、あのね、生暖かいのが嫌だったんで、人気はなかった、そうそう、匂いしかり、そうそう、ぬくもりしかりもうなくて、ないてか、むしろなんか冷たいなって、あ、今日一発目みたいな、そう、なんか冷たいなと思って、で何気なしにこう服、うん、お尻を拭く前にちょっとパッて見たら、自分この便座を上げたまま便器に座って用を足してたんですよでってれあのしょうまるちっちゃい方がもうビタビタになってるよね、男性のなってますよね、じゃあビタビタには気づかず、いやもう全然も気づかない、もうほんと必死だったんでもうやばいやばい、台が出る、俺の台が出るぞって言って、もうそのブルーってやったので気づかず、でもう座ってたらこの普通の便器の上座るものをだってあのちょっと湾曲になったりするじゃん、あの便あのあれが、あーまあまあそう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 、普通に考えたら分かるでしょ気づくのにもう全然もう一切気づかない、もうほんでもさて110%だ、はい、110%ブルーってやって、あー冷たくて気持ちいいなと思ったら、そう、そこを見たらですね、なんとはい、ペッペキ症の私なのに、もう東が、はい、正面ビタビタのところにもう直座りで用を足してたっていうね。その後はどうしたんですか。あ、その後はもうあの手洗うところでもうチャップチャップしながら、もうお尻をケツつけた。いやいや、そこにケツつけも、そこらそれは失礼だろ。そう、ちょっと手に水を含まして、そこをちょペタペタペタっていう、この間接的にね。そうそう、あの人工ウォシュレット的なね、手作りウォシュレットでこうお尻をふきふきしてですね、それでちょっとまあやったっていうことなきを得た。そうですね、まあ、はい、これ気づいた瞬間の気持ちはもう、いやもうびっくり、潔癖じゃん、潔癖ですよ、潔癖じゃん、はい、もうびっくりしました、ほんでほんでもうおりゃまさかや、え、だ、え、誰がジョニー・ゲオンやん、言ってない、あ、いる、いる、いないいないいそうだけど、大丈夫大丈夫、多分そんなに視聴数いないから、言うなよウケるっていうね、これはまあちょっとちゃんちゃんっていい感じのねネタかなと。これ作った。いや作ってる。ほもほも。ほもほも。っていうのがありました。ありましたっていうことですね。でもこれ題名は何？トイレの神様。トイレの神様。トイレの神様がいたと。ああそうですね、そうそう。トイレの神様は冷たかったって。冷たかっただ。っていうね。ですね。ちゃんちゃんっていうね。あ、じゃあはい、トイレの神様2いきます、はい。お。ないわ。やれや。それメモ書に書いてないだろ。当たり前だろ。書いてないだろ。やれや。ほかお前。アドルブレー。トイレの神様があるだろ。ないわ。ラジオで。
花子さん、花子さんトイレの花子さんで、ラジオの花子さんでしょ。まあ、っていうことで、っていうね、そんな今のはね、はい、そんな比嘉さんと、はい、いうところから、まあ、結構多分受けたんじゃないかな今のは。結構どれぐらい M1 で言ったら何回戦ぐらい。いやー、まあ、2回戦入ったぐらいな。いや、2回戦入った1個超えたみたいな。1個超えた、さっきより1個超えたみたいなね。でもこのキー曲はあのオリジンさんが入ってるらしいんで、ね、ああ、某オリジン、某オリジン、好き好き、昔から好きです。某のオリジン好きっすよね。好き好き好きっす、昔から。あるですよね、忘年会に某オリジンさんの芸人さんいて、はい、絡みました。なんかすげえ下から絡んでたね。そうそう、当たり前。めっちゃ俺の方が年上だけど下から絡んでいって、なんかこび打ってたね、こび打ってたね、こび打ってたね。で、まあ軽くあしらわれたっていうね。まああるあるですよ。食うなや、食うなや。モアイモアイ。あ、すいません、ハイボール一つお願いします。ちゃうわ。あ、すいません、間違えました。っていう感じで今日行きたいなと思って、いい感じに盛り上がってきたね。もういい感じに温まってきたかなと、はい、なんだかんだもう20分経ってるんで、あ、まあ、そういい感じに来たなと思うんですけど、はい、次のトークテーマは、はい、沖縄の最近の行きたい場所というか流行ってる場所の話です。下手くそか。やるや、台本通りだろ。下手くそか。何がよ。比嘉さんが、まあ、最近行ってちょっとここ面白かったなみたいなありますか。あ、そうですね、最近ですね、本当に超最近なんですけど、でも1月2日一緒に、ね、そうですね、初詣参拝行って、はい、あのその後飲もうぜと行って、はい、ブラブラして、わざわざ予約していたガールズバーどうでした。ああ、そっちの話。そっちの、いやいや、わざわざね。いやいや、わざわざじゃないでしょ。わざわざ電話して予約して、確かに行ったやつ、はい、ガールズバーね。ガールズバーどうでした。楽しかったです。なんてお店でしたっけ、ガールズバー。行ったらダメでしょ。いや、いいでしょ別に、宣伝したらいいか、マキシかなんかの、いや、何も覚えてないけど、松尾消防署の上あたりのね、ジャハナキッパンの上ですね。ああ、確かに、そう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 、有名な、確かに、そうそうそう、っていうところのガールズバーに1月の2日から行って、しかもやってたんだみたいなね、店が。そうなんです。本当はキャバクラね。ゲップすんな。あ、ウプス。セブン、いやこれダメだろ、ね、怒られるだろ。知らん、いや絶対怒られるだろ。知らん、面識ねえから知らないけど。いやあれ、お前のが上、うん、うんじゃ、ダメ、下だろ、セブン、うん、おい。そうじゃあ、いつもでしたらこうキャバクラとかを行くんですけども、やっぱキャバクラよりかもちょっと、うん、よりちょっと素人よりというかですね、新鮮な、うん、あのストリート系、ストリート系ね、ストリート系を、そんなんを、あのこの言ってないわ、社長はちょっとお好きなようで、それでちょっとこのガールズバーに行こうかなっていうことで、まあうろうろしてて、うん、それでも、まあ、検索してるちゃんと。いや、言うなよ。検索して予約までした。お前がやれてたんだ。お前がやったんだろ。まあでもやったらやったでね、楽しかったんですけども、まあでもやっぱガールズバーなので、このキャバクラより安いかなと思いきや、気づけば多分いいねしましたね。そうそうそう、同じ、そうそうそう。まあでもその分の飲んでますし、飲ませましたし、まあ、確かにね、それはそうです、ね、楽しみ、まあ、楽しみ的にはね、楽しみに対する費用対は全然130%でしょ。俺はもう良かったなと思いますよ。はい、確かに、ありがとうございます。ただもうなんか我々もあれですね。そうですね。もう35人もなれば。俺34歳。分かったわ。絵と違う、絵と一緒ぐらいの一回り。そうなんですよ。そうです。出ましたね。そうです。私が牛年です。違う。日が太郎。ああ、間違った。ああ、やばいやばい、年齢バレる、年齢バレる。ね。いや本当 もう20いくつ、そうそう、23、4でしょ、もう23でも多分12個下なんで、しょ、もうそんな子たちが正月から接待、接客していただいて、そうなんですよ、ね、お酒も飲んでね、酒も飲んで浮かれてました、浮かれてましたね、本当。まあでも、まあ一応、まあ、何歳でもやっぱ、まあ、楽しいですね、まあ、やっぱり飲んだらね。日嘉さん好きっすよ基本。あー、まあお水系は、まあ、いやいやいや、そんなことないですよ。で大体金払わないですよね。いやいやいや、払ったから怒られたわ、じゃんけんで負けたし。大事っすよね。でもいや、まあまあまあ、でもこのね、そう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 、変わらず我々は、はい、
愛も変わらず、愛も変わらず一時会は普通に飲んで近況、ね、報告したら、そうですね、その後は次どこに行くか、一貫してイエスグループみたいな、違うか No no あ、しゃくれてる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 、好きなんだろこれバレるだろハゲがリアップ、違う、これ男の男の自信を取り戻せリアップ、リアップ違うか、スポンサー入れる朝の10時もうこの年になると朝も元気がなくてで、おいつって、おいお前大丈夫だろ、あ違うか、ダメなはずだな、いやいや違う違う、あこの話よ、だからダメなはずだ、いやもうガンガンダメだよ本当に、もダメだろ、びっくりともしない俺大丈夫、いやあ昔からね彼はもうベンチャー企業なんで、いやいやもう性欲の塊なんですよねあこれ MC でしたね、ええ、すいません、これ失敬、メモ帳に書いてないだろう、ああそうです、進んでない進んでない、まさかの進んでない、あそうですね、今日はちょっと視聴者プレゼントがありまして、視聴者じゃないか、視聴者じゃないか、視聴者じゃないか、そうですね、ちょっとほんとにちょっと、じゃあ分かった、朝もういい感じに今1回25分ぐらいなってるんで、1回曲を挟んで次そのなんか視聴者プレゼントに行きたいなと思うので、そうですね、じゃあまあ一旦この今日聞いて、ほんとたまたま聞いていただいてる人たちに、たまたま聞いていただけてる人たちにこのノリで後半もやるんで、はい、1回これでブレイク、1回曲入れるんで、はい、聞くか聞かないかを判断していただくためのちょっと一回曲を入れたいなと思います、聞くか聞かないかあなた次第ですということで、そんな感じで今日は進めておりますので、一回、BGM を挟めさせていただいて後半参っていきたいなと思います。プレゼントがあるのかないのかちょっとそれは分かりませんけれども、ぜひこのラジオでもいいよという人は、引き続き、お付き合いいただければなと思います。一旦 CM させていただきます。サンキュー。
い、どうもオールナイト沖縄、赤メリケイチューのオールナイト沖縄、ちょっと間違えましたね。思ったよりちゃんとやってない、はい、言うなよ。いやちょっと今のは恥ずかしい。今ね、湿気、はい、はい、一応ですね、はい、この番組はですね、この中間ぐらいから、はい、レベルアップワンアップというコーナーをやっておりまして、一気じゃあ一気じゃない、違う、レベルアップをしていこうよ。確かに、私赤峰も含め、はい、聞いてる方も含め、何かこうレベルアップするための話をしていきたいなと思っておりますので、はい、そういったテーマで今日はやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。ということで、先ほどなんかあの前半でなんかプレゼントがあるとかないとかおっしゃってましたけども、その辺はどうでしょうか。シーン。どうも、そうですね、今日はあのちょっと初めてのラジオでちょっと緊張してはいるんですけど、ちょっとあのちょっとね、プレゼント、まあ、プレゼントっていうまででもないんですけども、はい、ちょっとあの最近ですね、あの自分の好きな携帯に入ってたデータではあるんですけども、はい、写真、昔撮った写真で現像したってことですね。そうたま、あんまやったことない、現像しないんですけど、ね、あんまり今の時そう現像しないですけど、でも本当にお気に入りの写真があってですね、これがもう結構好きで、そうこれをやっぱ現像したいなと思ってて、もうちょっといエディオンじゃないか、塚田シティに行った時に、某塚田シティに行った時にですね、それがあったんで、それもパッとやってですね、ぜひやったので、のこれちょっと写真2番のカメラに映していただけるとわからんわ。遠いな。これですね。これ見えるかな。これ後であのウェブでもあげますね。YouTube ウェブで。僕たちあのこれ何のシーンですか。そうですね。このモアイメンバーでの何これ、何ですかこれ。モアイ。そうですね。モアイですね。これモアイですね。はい。モアイした。ちょっと人数多くないですか。はい、そうですね。なんか男と女、なんかいい感じに半々ですかね。そうですね。これ何の写真ですか。何ですかね。よくわかんないですけど、これがね、ちょっといい感じでね、みんな何年前ですかこれ。これも多分5年ぐらい前のキャバクラのシーンですね。いや言うなよ。既婚者だろ。いや、おい。あ、おい。ウィ。ウィ。そう。でも本当にいい写真でね。しかも、ちょっといい RJ グループの。はい、某沖縄の有名な。某 S グループの。はい、そう。某 S キャバクラ。そう。はい、いい感じ。あの時はね、いろいろ怒ってもらいましたよ。社長よ社長。多分ね、15万、20万ぐらいの、そうですね、1日で。1日でさせていただいて、はい、はい、もう、経費の切れない中、はい、はい、まあでも、まあ、自分的には元は取れたかなと。取ってない。俺が取ってない。そうですね、モアイ仲間で行った2次会か3次会かちょっとわからないけれども、そうですね、あの頃は、まあ、社長遊んでましたからね。本当に5年前ですね、30前後とかの。時代ですね。確かに。もう VV ですよ。VV ですよ。フライング V。ギターが、ね。見せれ。撮れ。弾け。弾け。そう、でもこれは本当にいい写真なんで。確かに。こう4ちょっとモアイ本当5名いるんですけど、まあ4名しかこの時なくて。モアイの全員5人が揃ったことってありましたっけ？いやいや、設立以来ないでしょ。5分ぐらい。5分ぐらい。そうです。最初の辺は揃ってたんですけど、最近はもう全然もうみんな。忙しくてですね、去年か、一応一回ちょろっと揃ったんですけど、まあ、ちょっと3分ぐらい、そう赤嶺社長喧嘩してですね、喧嘩っぱいねそうまあそれはいいとして、そうこれは本当にいい写真なんで、これ 4名しかいないんですけど、4枚現像してですね、まあ、その時はすごい、まあちょっとこうね、聞いてる方はあれですけど、まあ、男の方ならすごい理解していただけるかなと思いますが、あのキャバクラとかをね、某キャバクラによく行かさせていただいて、はい、楽しみましたよ。すごく皆さんも楽しませていただけるね、メンバーの方が多くて、もちろんノータッチ、ノーセクハラ、ノーセクハラでいきました。エアセクハラです。エアセクハラでしたね。はい、もう全然触らないです。これエアセクハラでちなみにどうやってやるんですか。もう YouTube 見てる方のみしかわからないですから。いや、もうここに女性の体、おっぱいを使って、こうあったとしても、本当にもう全然触らない。本当にもう円を描くように。太極拳のような。そうなので、もう全然もうやらしくない。やらしくない。本当に。でもボーイにははちょっと怒られる。注意される。怒られない。注意されるんです。されてましたね。そうされてましたね。ちょっとお客様、何回入ったか。そう
まあでも女の子はね楽しんでますからね、まあ、またね店長とも仲いいんでね。そう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 、なんかね、ボーイがなんて言うと、そうそうそう、店長が OK なら、そういうことですよ。女の子も喜んでますからね。ドリンク入れてましたしね。そう、確かに。そうだ、負けないぞと。女の子には負けないぞ。クズやん。言うなよ。そんなね時代もありましたね。確かに。本当に最近行ってないですね。そうですね、最近行ってないですね。最近行ってなくてガールズバーに。そうですね、久しぶりに、はい、元旦の次1月2日に行ったんですね。もう久しぶりのね行って、ね、まあやっぱもうでも本当にもう時が流れて、もう若、女の子若くてね、一回りはやばいね。やばいっすね本当に。23、24って言ったらもう、もう歌った曲はあいみょんですよ。あいみょんですよ。あいみょん歌いましたね。あいみょんね。あいみょん入れれば間違いないと。そうそうだ。まあでもあいみょんは最高ですからね。もう確かに。あいみょん知ってます？うん、ちょろっと。あいみょんってあれですよ。え？誰ですか？あいぶさけだろ。やや受けこいやいや、やや受けもないだろ。誰もお前しか聞いてない。俺が楽しかったら今は。ああ、マジで受けってことね。あいぶさけが好きでしたね、昔からね。あいぶさけは、そうですね、ショートの子が好きですもんね。ショートよ。それ受けない。あ、これ受けない。あ、だいたいあれですよね。でも比嘉さんの、比嘉高也さんの好きなタイプはあれですよね。沖小中高行った中山の比嘉高也さんはあれですよね。だいたいこうショートの子が好きですよね。だいたいこういいなって思う子はだいたいショートで。まあショートよ。いやだから、いやでっかいだろって言え。そんなに面白くない。ええ、言うね。だいたいね、セミロングもいかないぐらいの肩に、肩にかからないぐらいの、あ、まあまあ、こう好きですね。で、黒髪、ちょっと真面目系とね。そう、素朴、ね、素朴系。そうっすね。大体そういうビデオも借りてましたね。あれなんですよ、あの、なんていうんですか、この、全然 DVD とかも借りないんですけど。借りてただろ。昔は、本当に昔は借りてなかった。オロクのビデオ屋さん行っただろ。言うね。借りないんですけど、あ、これ伝えない、あ、じゃ真面目なやつね。はい、真面目なやつ。真面目なやつで、ね、こうなんていうの、そう、たまにはちょっと恋愛系のも借りたくなるじゃないですか。確かに。で、そうそうね、そのためにこう恋愛系の借りるんですけど、それプラスこのエロビも借りるんですよ。借りてるやんけ、借りてるやんけ。のれんをくぐるんですよ。くぐった。はい。あのなんかバッテンしてるような。そうそうそう。18金。18金って書いてる。はい、俺大丈夫かな、バレないかな。あ、大丈夫か。おっさんですよ。でね、これでも後から気づいたらなんか恥ずくないですか。こうなんか恋愛してエッチしたいっていうのバレバレ、なんか恥ずくないですか。まあ、あの店員さんは気づくでしょうね、この借りてるラインナップを見て。そう、この人いないんだろうなみたいな。もうバレバレでしょ。バレバレでしょ。絶対この恋愛ものはフェイクでしょって思うだろう。フェイクじゃないわ、あれでこう盛り上げついて 80% ぐらいまで来て、そしてコンビニに入ってで、あっちでうんこするっていう話よ。なんでよ、あ、俺戻った。日曜日の朝。グッモーニング。はい、どうも、デーブスペクターです。違うわ。プレゼントの話した？した。今写真をもらえます。あ、もらった。あ、じゃあ次の話ね。はい、レモンサワー1個。レモンサワー1個。それ俺が頼んだやつでしょ。はい、ってことで、はい、あのメモ帳のネタはなくなりました。はい、一応レベルアップ、ワンアップしようぜっていう今コーナーの回なので、まあまあなんかこう自分自身しっかり、聞いてる数限りないリスナーの方に向けてですね、何かこう。ちょっと今日のこの話聞いて、あ、ちょっとレベル上げできたなみたいな、だからそういうのをちょっと今日欲しいんですよ。え、俺がレベルダウンでもいい、逆に言えばダウンするからやんないでねみたいな、そういうのがなんかあるといいなっていう2020年。そうですね、ちょっとあのもう、ま、飲酒運転には気をつけた方がいいかなと。みんなさん真面目か。もう最近も厳しいですからね、本当に。そうですね。飲んだ
飲んで飲んだら次の日飲んだら揉むな揉むなおいえ飲んだら揉むだろ絶対所長揉みません。揉むどころじゃないだろ。揉みません。そういうの嫌いなんで。ああ失礼しました。確かに俺も俺も下ネタ NG だった。そういえば何ですか。何ですか。レベルアップの話。税理士として、税理士としての、えなんか税理士じゃないですか。税理士として、こう気をつけようぜみたいな、なんかもしあれば。あーそうですね、一応まあなんか会社経営する方も聞いてるかもしれないのでね。そうですね、まあ、税金はまあやっぱり払うしかないから。大丈夫ですか。払うしかない。払ってますか。最近ちょっと芸能人の方とか、あーそうですね、いろいろありましたけども、あれはやっぱりこう分かってますよね、きっと。あ、まあ確かにそうですね、分かってた。分かってた、はい、分かってます。税理士さんとしてはやっぱりこうあれは良くない話ですか。NG ですか。NG ですね。税理士さんは NG ってことこいつ、いや NG じゃないんで、本当にじゃないので、そこは、はい。沖縄の企業さんみんな大丈夫ですか。はい、沖縄の企業さん。ああ、もう全然沖縄はもうハッピーですよ。ハッピーです、ちゃんと。ハッピーですよ。抑えるものも抑えてますか。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫だ。踏んだ。だからラジオ、レディオやるならラジオ。ああ、壊れかけのレディオ。違う違う、失礼だろ。失礼だろ、お前から。え、そってね、そんなに多分笑ってない。あ、でも誰も笑ってない。聞いてんの誰か。分からん。誰も聞かんな。はい、おい。お前しか聞かんな。埼玉の友達が聞いてるわ。遠いな。遠隔だ。え、食うな。あ、逆に赤嶺社長どうなんですか。もう今年は2020年の、いや2020年どころじゃないですね。もう最終目標をさらっと。さらっと言うの。最終目標も、ほん、まあ今のところの最終目標さ、2020年時点での最終目標は何人。何が社員の話。これよ。何を。ああ、これ失敬。な、最終目標なんですか。一応ですね、このラジオ番組で毎月売り上げを発表してるんですよ。あ、そうなんですか。ガチの。あ、そうなの。そう。え、いくらいくら。あ、今月やった。人気名を、クーナや。うちの会社ノーマーク株式会社という株式、はい、機会社の、はい、売上、会社2期目になりますと、はい、でそこの売上が、売上いく、売上すごいっすか。年間目標、うん、なんと1億円でございます。おい、ありがとう、ちょうだい。もう、あげんわ。宝くじ、あの10人規模のね。おいCM 来るわ。来ねえわ。え、ほろ酔いって書いてるお前、お前ベロっていう感じで、一応、まあ、4ヶ月ぐらい経って今、あ、待って、そうか、9、10、11、10、まあ、4ヶ月ぐらい、4ヶ月経って、先週ちょっとあの先週の回で緊急報告ね、で緊急報告したんですけど、2200万ぐらいの推移してます、うん、ということで、これ、一応3ヶ月になるじゃないですか、4ヶ月経ってるんで、はいはい、っていうと6600万とかになるんで、はい、足りないよねっていう、頑張んなければっていうのは、まあ一応先週のラジオの放送ではさせてもらっていて、だから、本当にマジで死ぬ気でちょっとやらないといけないなというところはあるんですけども、どうやったら、税理士さん観点からするとどうやったらイケてる会社って、どういうところがイケてますか。しゃべりし NG だろ、じゃないから。ハゲは、え、言うね、ハゲの方がまだいいわ。っていうことなんで、まあでも数字は結果大事なんでね、もう本当何をするにも結果がするんですよ。権威も大事ですけど、確定もね、そうですね、まあ、評価の1、2やない、もう飲むな。え、営業の、赤嶺社長の一番のチャームポイントは営業力じゃないですか。チャームポイント、チャームポイントじゃない。あれは営業だろ。何、チャーム営業、何、営業したことある、営業力だろ、お前の、あれお前のと、あれは、何、長所は、ない、営業だろ。してないだろ。誰か、誰か、お前、あ、
なんかすいません視聴者の皆さん、なんかすいません、なんか変な誰か変なおっさんがですね、お前だろ35歳の、え434だ変わらんだな。そうそう、だからじゃあレベルアップしよう。あ、そうそう、レベルアップしたいトークにしたい。確かに、で言うと税金を納めた方がいい。いや、もう払うもん払うしかないでしょ。まあ当たり前ですね。そうそう、カルロス・ゴーン。おお、今のは、あ、これこれ NG かバレるかな、言ったらゴーンにバレるかな。金銀、おい、ダメダメダメ、ね、ゴーンさんのちょっとね、ゴーンさんにどう見ました。いや、でもなんかかっこよくないですか、なんかあんななんか逃げて、映画っぽいですね。そうそう、確かにかっこよくはないけど、いや、かっこいいでしょ。いやいや、そこミスタービンでしょ。じゃあ、まあ、似てるけど、いや、お前本物だろ、食うなあれ。ミスタービンだったらコメディとしては面白いけど、おい、だから YouTube 見てる人だけしか知らないけど似てるけど、え、言うね、似てんだろハゲ具合。え、ハゲてないだろあっちの方がハゲてないだろ。ハゲてないかよあれはあり、なんかこう楽器のなんかこうね、 あれに、あ、ギターの中に隠れた。もうちょっとフライングブイ、フライングブイ、フライングブイ、両足こう、両足。そうですね。あの、カルロス・ゴーンさんは、はい、あの楽器の中に隠れたんですけど、赤嶺社長は中学校の時にフライングブイのギターでチーマルコを隠してました。なんでよ、隠れんだろ。隠れないだろ。隠れるだろ。隠れ、ちょうど出るだろ。ちょうど、ちょうど出るやつ。どんだけのマギだもん。違う違う、そんな。そこそこ、いやいや、誰でも出る、誰でも出る、いやいや俺出ないよいやいや、もうこれから出るって言ったらお前相当な紛れだろ。あ、すみません、しけ、これはしけグッモーニン、デブスペクターでしたっていう、え、レベルアップの話したい。レベルアップないだろ、レベルアップとかしてない。俺してない話の、レベルアップの話ないだろ。まあでもカルロス・ゴーンはイケてるね。あれはいい。いや、いいね、楽しかったんですか。でも、もうちょっとなんか欲しかったっすね。なんかもっと会見でなんかもっとチャッチャラーは欲しかったね。なんかそんな真面目に言わなくてもいいかな。いやいや、言うだろあ、じゃあ、いやいやいや、そのために逃げたんだ。センスがない。だからそれで逃げた上でちょっとこう気の利いたちょっとこうジャパンに対するちょっとこうブラックジョーク的な、ブラックジョーク的なのが入った時に見てる側からすると、俺世界的にはもうウケるなって思ったけど、一応あれで、あの会見でミスタービーのモノマネしたら最高だったよ。だからそういうの、そういうの世界的な笑いでって分からんから当たってるわ。顎、顎好きだ。顎は当ててる人は嫌い嫌い、当てすぎ当てすぎっていうね、っていう、あ、危ない危ない危ない、まだ大丈夫、まだ大丈夫。どうですか、ミスタービーン、アリーの今年の1年どういう感じでいきたいですか。あ、そうですね、いや、もう自分はもう最近、去年からちょっとついてきてるんで、なんか最近なんかあれですよね何も話してないですよ、まだ何の話したと思った。チーマルコ出すな出してないわ。あれですよね、つぶやに一人暮らししたっていう、つぶやの何丁目、おっぱい、おー、ブル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 言うなや、なんでよで、いやいや、まあそうですね、最近はそうですね、あ、そうです、去年を振り返るとやっぱり水上がね、水上がちょっと思えつ、水上じゃない、水上、水上じゃない、首里城のことよ、うん、何食べてるかや、お前かよ。ちょっとね、やっぱ首里城ちょっと燃えたのショックでね、最近行ったんですよ。お、見に行ってですね、やっぱり本当に燃えた後も瓦礫があって、やっぱちょっと衝撃というかね、やっぱり、うん、悲しいなって。いろいろ募金してましたけど、しましたか。え、したっすよ、本当に。いくら。なんと。なんと。5000円。6000円っけ。もっと言えや。ちゃんとやって。6万円。ええ、5000円。おかげ1000円やった。だから6000円。6000円、6000円やった。日掛けで6000円。ええ、日がすって言え。バレるだろ。中今の日掛けで。何？ウィー。誰も興味ないから大丈夫。ええ、お前、ええ。うちはお前フレング分やれ。なんでよ。裸着たやれ。なんでよ。ええ、じゃあチーマルコ着たやれ。
首里城ど逆に言えば、まあ、何回も燃えてて、あの復興してるっていう歴史がありますけど、いやまあでもまあ、まあ、せっかくね今回こういう、まあ、あまりよろしくないところありましたが、はい、こういう形ですごい募金のね、そうそう、今もう20億超えてるんじゃないですか、もう全然超えてて、でも県の人たちがなんか何に使うとか言ってる、ちょっと懐疑的な、ちょっと集めたのにマジ何に使うみたいなのも、まあ、ちょっと出てましたけど、まあまあいろいろあるにせよ、まあ、どういうふうに逆に盛り上がったらいいかなと思います、首里城。そうですね、ぜひね、うちらが生きてる間にちゃんと復興してほしいですね。確かに、そうそうそう、みんな見たいですよ、まだ、あ、これで復活したらかっこいいですよね。でも普通に頑張れば4、5年でいけるんじゃないですか。どういう首里城だったら嬉しいか、これはちょっともう時間的にもなんか最後なんで、それ大喜利的な、いやいや、もうだって観光客もいっぱい来てますし、海外の方もいっぱい来てます、沖縄に。シンボルの首里城、生まれ変わるとしたらどう生まれ変わってほしいか。はい、はい、あの募金が20億円、はい、で保険から70億円、うん、90億円で、うん、なんと、うん、あのプロジェクションマッピング、普通普通シュリポン、何それ、え、知らん、クーポン、シュリポン分からん、うん、知ってるね、何それ、シュリポン分からん、分からん、テレビ見れや、見てない、某お笑い芸人がやる、あれあれ滑った、しんとすけ、違う、言ってダメ、はい、っていうね、90億、何十億かけて、そうそう、でやったら受けん、受けん、受けんか、もったいないな、ただの飲み会じゃないこれ、なんか便器の話って言われてる、じゃあ、やったかやったな、っていうね、じゃあ赤嶺社長、いや俺の話はいいんですよ、やっぱね、首里城もう一個作るとかさ、やらいらんだろ、いやいや分からんぞ、豊崎とかに作って豊崎首里城作ったお前舐めてるだろ、お前バカにしてるだろ、レンタカー返すときに見れたらいいっしょ、お前舐めてるだろ、お前俺この赤峰は首里のこと舐めてるんだよ、本当に昔から、違う、それはある、本当に、それはある、本当に、オルクと首里は仲悪いばだばだろだろ、知らんよお前が見てて分かるよ見てる、俺別に首里に対してなもん、おいお前オロクは首里と思ってるだろ、お前の自分のこと思ってない、じゃあ軍用地と思ってる、言うねお前、軍用地なんかダメですよ、ダメではない、もともと持ってるの、ラッキー、お金入ってくるからね、ちょうだい、だからそのお金を使って首里城どうしますか、いやいや、もう本当にもう10階建てくらい作った方がいいんじゃん、首里城、首里城、首里城タワー、首里城タワー作ろう、あの五重の塔、そうそうそう、並び、そうそうそう、リュークスターみたいな感じでねあのもうでっかいの作って、賃貸、賃貸しとく、賃貸、帰る、賃貸もう10階建てにして貸し出す、そう、死に買うはずだよね、多分みんな、これ結構いいシンボルに、だから俺の家どこ、首里城の4階とかね、8階とか、これ絶対儲かるよ、ほんで儲かるっていうか、大富豪が買い漁る、買うね、絶対買うよ、ほんでね、これ大丈夫、なんかちょっとアジア系の人たちが買う、売らん、あ今のダメ、ね、ビル・ゲイツが買うよ、絶対ビル・ゲイツ沖縄好きって言ってたから、5回4回ぐらい全部買うよ、あいつ全部買う、あいつアホだから、おいおいつって一本、じゃあ何に、何もない、何もない、何もない、じゃあ首里城は10階建てにして賃貸にすると、マンションしたら儲かると、で何階建てにしますか、いやもう上げるだけ上げた方がいいんだよ、ほんとにもう簡単、でもそれ首里城以上にこう建物建てたらダメってルールもあったよ、そう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 、でも首里城がある意味高ければ、そうだ、他も伸びるからね、いや、あそうだ、そしたらもう相乗効果だね、うん、ガンガンもみんなも伸ばしていけば、うん、借りますか、1棟1部屋いくらぐらいで出します、
いや、フカルロス・ゴーン借りるわ買うだろ全部買い取るな首里城ね、うん、あれもしかして何ぐだってるぐだってる、もういい時間、あっという間の1時間になりましたけれども、いやいや俺の話よりも社長の何か伝えたい、うん、まあ、一応さ最後あの宣伝とかがあればゼリシとして何かあれは何の何なおあれ？え？ごひろみ？だから走って走って走って言葉を走ってゴーです。じゃそういうことですよ。ノーって言ってほしかった。あノー。あちょちょノーノー。デリシーノー比嘉さんとして？デリシーじゃないと。お前やめろマジで。だそこノーノーって言ってほしいってば。デリシーの比嘉さんとして。ノー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 。本当のノーだからやめれマジで。ぐだってる。なるだろ。監視カメラ撮んない。やめれ。カメラ撮るなや。カメラ撮るな。つって。ということで。つって、はい。もう本当あっという間の1時間でしたけども。あれなんかメールが来てるんじゃないですか。メール来てません。あれ収録なので来てません。メール来てるんですか。はい。来てません。あ読めないですか。来てません。サンドの飯より、あメスが好き赤メネです。じゃあおいお前だろ。じゃあ誰だろ。じゃないわっていうところで、もう本当にいいお時間になってきましたので、最後本当に宣伝ありますか。宣伝がいつも聞くんですよ。何かこう PR したいことがあれば。あ俺の話、はい、いや宣伝は特にないですけど、まあみんなで2020年もう会いしましょう。そうですね、もう会い、はい、じゃあ本当にこれたまたま聞いてて、たまたま聞いてて、このなんか比嘉さんとか、あそうそう、まあ、赤嶺さんとお会いしたいなって人がいたら、いい、ね、本当にあもうここまでここまでここまで本当にメッセージくれたらね、本当に参加人数いつも少ないんで、そうですね即決即決だよね、はい、どんな人でも、はい、お待ちしております。一回ちゃんと受け止めるよね、ね、はい、我々ね、どんな人でも絡むね。え、絡むあなたです。違う。NHK 違う。NHK 違う。カットじゃん。オンエアバトルね。違う。そこのあなたです。違う。っていうね。じゃあ本当に、まあ、たまたま聞いてて、まあ、YouTube でもいいですし、ウェブでもいいですし、なんかこうオンタイムじゃなくてもいいんで、これに触れた瞬間に。あこの飲み会行ってみたいなと本当に確かに思う方がいれば、本当にアウェイ感出さずにね、我々お待ちしております。ホーム感であたかもずっと今まで一緒にいたかのようにキリンです、できますね、はい、ね、隣の席でも絡みますし、ゾウです、なんか知らない年上の方もね一緒にやりますしね、はい、キャバクラではエアセクハラしますしね、はい、はい、ということでぜひ本当にねお待ちしております。もしちょっとなんかいいなと思った方がいれば、本当にメッセくれれば、はい、本当にもう開くんで。産業支援。違う俺の会社ね。俺の会社ね。40P っていうことで。あ。じゃあやりますんで、ぜひ。まあ、本当にまあ騙されたと思って送っていただければ、どんな方でも本当に一回は必ず開催したいなと思ってますんで、ぜひこちらまで。いや出しませんけど、いろいろ検索していただいて、自力で。問い合わせいただければと思います。レベルアップという番組で検索するか、ノーマークっていう株式会社で検索するか、比嘉貴也っていうので検索していただければ、全然出ますので、ぜひよろしくお願いしますということで、もう本当にいい時間なので、ちょっとエンディングをかけさせていただきます。いやうるさい、普通ならエンディングを自分だけでやりますが、先週もそうでしたね、一緒にやってもらいましたエンディングを比嘉さんとともに、はい、最後僕の告知もありますんで、ぜひ聞いていただきながらやっていただければと思います。あと1時間の、お時間ですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。入ってる。Thank you.
さあエンディングになります。皆さんいかがだったでしょうか。本当今日は番外編ということでモアイ仲間の比嘉さんが来ていただきまして、はい、全然レベルアップはしてないんですけど、逆にレベルダウンしたかなぐらいではありましたけども、こういうこともありますね。たまにはこういう回も入れつつ、真面目なじゃない回もちょっと入れながらやっていけたら面白いかなと思ってやっております。ということで、真面目な話でもないですけども、一応うちの宣伝をさせていただきますと、2月の勉強の話、違う俺の話、2月の5と6ですね、はい、2020年に、2月の5、6、水、木になります。うるさいなりますけども、沖縄コンベンションセンターで、リゾテック沖縄というイベントが、開催されます。沖縄県、IT、戦略イノベーションセンターさん、イスコさんが主催する、IT×○○ 産業という形で、IT の企業さんが集結して、自社のプロダクト、サービスを俺も行く行かないプロモーションをしていく、結構初の大きなイベント、集客の、人数も1万人以上、集客予定をしてますし、嘘じゃない本当40社以上、企業さんが、軒並み並べてですね、自社のプロダクトを展開していくと、でいろいろまあいろいろ見てるんですけども、本当に、僕ら以外にもですね、斬新というか、最新のサービスだとか、展開されてる企業斬新多いので、ぜひですね、なんかまあ、ついででも本当に全然お釣りが来るぐらい面白い企画かなと、イベントかなと思ってます。本当にここに行けば今沖縄の最新が分かるようなイベントになっておりますので、そのうちの奥の中間の奥ぐらいに、ノーマーク株式会社というブースありますので、ぜひ、立ち寄っていただければですね、ノベルティ結構いいやつ用意してるんで、ぜひそれをもらいに来るだけでも来ていただければなと思って。シャンペン違います、シャンパンではないです。シャーペンかもしれませんけど、HB HB っていう形でやっておりますので、ぜひご都合の合う方は、足を運んでいただければ幸いだなと思っております。ということで、はい、ます、いいですか、はい、比嘉さんからは何もないということで、はい、はい、ではまた来週お会いしましょうということを最後に一緒にやっていければと思います。はい、せーの、また来週お会いいたしましょう。素敵な日曜日を過ごしください。はい、デビスペクターでした。ありがとうございました。78.0 FM Naha。Your radio station, Okinawa.